はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ対象ストアで10%還元、PayPay ペイペイジャンボで最大1000%還元も、Uber Eats でお得な注文方法など解説ということで、今回は本日6月1日から開催される PayPay ペイペイのお得なキャンペーンについてですね、まあ、実際に僕も参加してみましたので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう ということで、早速ですね、お伝えをしていこうと思うんですけども、こちら今出てるキャンペーンとなっております。対象ストアのネット利用でペ、PayPay イペイ残高でのお支払いならペ、PayPay イペイジャンボ、抽選で当たると、一等最大1000%戻ってくるキャンペーンとなっております。まあ、かなりね、インパクトのあるキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンなんですけども、本日の6月の1日から始まりまして、今月いっぱい6月の30日まで開催されております。で、このキャンペーン自体ですね、 大きく2つに分かれておりましてまず、先ほどお伝えした、この PayPay ペペジャンボ1等最大1000%戻ってくるキャンペーンからお伝えをしようと思うんですけども、ま、このキャンペーンそのまんまなんですが、対象ストアで PayPay ペイペイ残高でお支払いいただいた際に抽選が実施されると、それで1等の最大の1000%がもらえるということなんですけども、ま、細かい内容はご覧の通りとなっております。ま、上から実際に見ていこうと思うんですがペ、PayPay イペイ残高で決済した場合、 当たった場合は1000%決済金額の10倍がなんと当たるということになりますそれがなんとですね1500本もあるということになるのでまあ期間中誰か当たればですねまさか決済した分よりさらに上の金額をもらうことができるということですね で、2等当たった場合は、決済金額の全額100%分がもらうことができるということですね。これが1万5000本となっております。でですね、僕もちょっとツイッターでいろいろ見たら、なんとですね、この決済金額の10倍当たってる方をツイッターで見かけました。うわ、すごいなと思って。 で、ペイペイの公式もそれについておめでとうございますみたいな公式がリプライを送ってましたね。ちなみにこちら Yahoo カードであったりとか、その他のクレジットカード後払いで決済した場合はこのキャンペーンの対象外となっておりますので、これはお気をつけください。風の上限に関しましては、期間中10万円相当までとなっております。まあ、これね、本当に当たるかどうかってね、全然わかんないんですけども、これ当たったらめちゃくちゃ喜びますね。 以上がこちらの PayPay ジャンボ1都最大1000%戻ってくるキャンペーンについてでした。それではこちら下半分ですね。同時開催ということで対象ストアのネット利用で PayPay 残高で支払った場合10%戻ってくるキャンペーンについてです。まあ、このキャンペーンそのままですね、対象ストアで10%分還元がされるということになります。 で、細かい内容、こんな感じとなっております。まず、PayPay 残高で決済した場合は10、10%の付与がされるということと、ヤフーカードであったりとか、その他のクレジットカード、後払いで決済した場合は、還元の対象外となりますので、こちらお気をつけください。付与上限に関しましては、期間中5000円相当までとなっております。でですね、まあ、こちら、PayPay 残高で決済したら、まあ、先ほどお伝えしたように10、10%分の還元を受けることができるんですが、まあ、例えばソフトバンクユーザーの場合だと、ソフトバンクまとめて支払いとか、 そういったサービス利用されている方であれば、まあ、クレジットカードと紐付けることもできるので、例えば、ビザラインペイクレジットカードでソフトバンクまとめて支払いでチャージをしたら、ビザラインペイクレジットカードの3%の恩恵を受けることもできて、さらにこのペイペイ残高の10%分の 付与も受けることができるので、ぜひですね、ソフトバンクやあとワイモバイルユーザーもそういった方法もできますので、試していただけるのもいいんじゃないかなと思います。そして気になる対象のストアなんですけども、ちょっとざっと紹介をしようと思います。まず家電 PC ジャンルであればアップバンクストア、ゾア、D ライズ、ドスパラ、BTO パソコンのサイコム。 プレモア、ヤマダウェブコム、ヤマダウォール、ファブリック東京、ロコンド。で、アウトダーのジャンルですと、アウトダーフィッシングナチュラム。その他のジャンルですと、オヨライフ、サイクル、ヨシダ、サウンドハウス、サクラトラベル、通販できるみんなのお薬、ティーショップ、 でデリバリーのジャンルですと、ウーバーイーツ、デマイカ、フードのジャンルですと、大阪王将、ロイヤルオンラインショッピング、エンタメのジャンルですと、アイキャッチオンライン、ウィンチケット、ゲットライブ、セガキャッチャーオンライン、DL サイト、トルモ、ニコニコポイント、本の要約サービス、モバクレモバゲーということで、 ちょっと読み方間違ったら申し訳ないんですけども、ざっとこんな感じとなっております。でですね、今回僕が実際にこのキャンペーンで利用したサービスなんですけども、こちらの UberEats を利用してみました。まあ、ここ最近ね、すごく耳にすることも多くなったりですとか、住んでる地域でもかなり UberEats 普及してるんじゃないかなと思いまして、まあ僕が住んでるところもね、UberEats 対応してましたので、早速利用してみました。でですね、まあこの UberEats を利用するにあたってですね、まあちょっとお得なキャンペーンもありましたので、そちらもせっかくなので紹介したいと思います。これがですね、大きく分けて 二つあるんですけども、これはなんと、Uber Eats を初めて利用される方限定のキャンペーンとなっております。まず一つ目なんですけども、こちら PayPay の公式のページにも出ておりまして、このキャンペーンは、Uber Eats にて注文合計金額税込み1000以上を決済した場合、 300円の割引クーポンをもらうことができます。で、これは期間中4回まで利用することができまして、最大でも1200円の割引を受けることができます。で、利用するためには、今出てるようなプロモーションコード、PayPayUE っていうのをですね、入れていただくと、この300円割引、4回使える300円割引のクーポンをもらうことができます。これはもう PayPay の公式のページに出ていたんですけども、実はもう一つありまして、それがこちらですね、今出てるこのキャンペーンは、 UberEats の公式のアプリの方に出ておりまして、税込800円以上の注文をすることによって、1回に750円割引することができるクーポンをですね、もらうことができます。これ期間中2回までしか利用することができないんですけども、今出てるこのプロモーションコード、e、イーツ -R8OC9K というような、このプロモーションコードを入力することによって、750円割引が2回使えるクーポンをもらうことができます。このクーポン簡単に言うと僕の紹介コードなんですよね。 なのででもししすね試しに、e、1回だけ使ってみたいなっってていいいいいうう方でであればこののプロモーーションコードを使っていただくのももいいと思うんですけどもいや、ちょっとゆずひこのプロモーションコードは使いたくないっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、こちらの PayPayUE というのを入れていただくっていうだけでも全然いいと思います。けどですね、まあ、先ほどもお伝えしたように、これは初回のみのキャンペーンとなっておりますので、いずれか一つを選んでいただく必要があります。PayPay が出しているようなプロモーションコードと、僕のプロモーションコードをどちらも入力しても、どちらかしか 使えないので。 これはお気をつけください。まあ、せっかくなので、このプロモーションコードをどこで入力するかということなんですが、もうすでにムー Uber Eats のアプリをインストールした状態からお伝えするんですけども、右下のアカウントというところをですね、タップしていただくと、ご覧のような画面が出てきます。そこで真ん中の方にプロモーションというのがあるので、そこをタップしていただいて、そうするとプロモーションの画面が出てきます。で、右上のコードを入力をタップして、そしたらここにプロモーションコードを追加するというところが出てくるので、ここで先ほどお伝えしたプロモーションコードをどち こちらかを入力していただきますなので先ほどねお伝えした僕のプロモーションコードで良ければこれを入れていただくとあとは真ん中下のプロモーションコードを追加を押していただければバッチリですちなみに僕のプロモーションコードを入れていただいた場合はご覧のように750円割引のクーポンがご覧のように2つ出てきますのでぜひこういった方法でも試してみるのもいいんじゃないかなと思いますで実際にですね僕も UberEats で PayPay 決済をやってみたので ま、そこもぜひ見ていただければと思うんですけども、ま、みんな大好き牛丼チェーンの吉野家を選択しまして、ま、もろもろのメニュー選んで、僕は今回牛丼の並盛りプラス、あと肉だくを注文して、トータルで1080円ですね。これを決済してみたいと思うんですけども、まずここの注文する配達というところをタップしていただいて、そしたらお支払いオプションというところが出てきますので、ま、今現金にチェック入ってるんですが、お支払い方法追加をタップします。そしたら、 クレジットカードですとか、あとペイペイが出てくるので、ここでペイペイをタップします。そしたら注文代金もペイペイで支払うというようなところが出るので、ここで続行をタップします。ご覧のようにですね、ペイペイの方に切り替わりまして、あとは注文する配達というところをタップします。そしたらペイペイの画面に切り替わりまして、ここでウーバーイーツで1080円支払いますかと出てくるので、ここで一番下の支払うをタップします。そしたらいつも通りですね、ペイペイって音が鳴りまして、1080円決済したことによって、不要予定の残高、 108円相当と出ております。なので10%還元ね、ちゃんと受けることができます。で、僕、夕方の5時45分に注文したんですけども、結構ですね、あっという間に届きました。 まあちょっと編集中に届いたのですごくお腹が空いたんですけども、吉野家の牛丼は本当に美味しかったですね。以上がペイペイを使って UberEats の頼み方についてでした。まあそんなこんなで今回はペイペイのキャンペーン1等最大1000%戻ってくるペイペイジャンボ、そして10%戻ってくるキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いや、ここ最近ね、ペーペ y の利用頻度が落ちてたとこではあったんですけども、まあたまたま僕の地域が UberEats に対応してたので、やっぱりこう何かの作業中であったりとか、 手が離せないなっていう時に限ってこういったデリバリーサービスって本当に便利がいいですね、まあ、若干ちょっと値段張るとこではあるんですけども、まあ、送料とかがこの還元とかで浮くって考えたらまあそれはそれでちょっとありかなというふうに思いましたちなみに先ほどお伝えした Uber Eats のプロモーションコードにつきましては下の概要欄に貼ってますのでちょっと詳細気になるなっていう方がいらっしゃいましたらぜひ Uber Eats インストールするのてもいいんじゃないかなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日からですね、ちょっと6月に入ったということで、以前ちょっと僕の動画でもお伝えしていました、あの、セブンイレブンのタッチ決済の話題についてですね、まあ、6月から入ってくるということだったんですけども、なんかまだ全然今日は使えなかったんですよね。まあ、ちょっといつ導入されるかっていうのはわかんないんですけども、結構ちょっと個人的に楽しみにしてるっちゃしてるんですよね。なのでちょっとまたね、セブンイレブンで使えるようになったら、YouTube、もしくはツイッターあたりで情報をお伝えしようかなと思いますので。 まあ僕もちょっと気長に待ちたいなと思っておりますということでありがとうございました。